強力なライバルが集うこのコンペティション、今日のゲームではどんな素晴らしいプレーが見られるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はバルセロナ対浦和レッズ、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。バルセロナ対浦和レッズ、サイドの紹介です。右のエンドを守るのは浦和レッズ、左側がヘッドだ、入ったー、見事な決勝タイム。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。そしてここで試合終了となります。あっという間の決着、この展開誰が予想したでしょうか。いや早かったですよね。これはゴールへの気持ちが生んだ結果ですよね。スタートからエンジンをかけていって見事な結果が出ましたよね。さあお別れの時間が、ライバルたちとの激しい戦いが続くこのコンペティション、今日のゲームは条件達成をかけて挑む大事な大事な一戦です。この時間は浦和レッズ対浦和レッズ、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。浦和レッズ対浦和レッズ、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。メッシからサラ、スペースに出す、カウンターですよ。
酒井、ここから打った、シュマイケル、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。いい反応でしたよね、ファインセーブですよね。浦和、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。慎重さありますからね、グラウンダー組で狙っていった方がいいかもしれませんね。どう打開するのか見ものです。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。運命に危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。いけるか、フリーだ、クロスを折り返す、クリー、シュート、シュマイケル、いやー、よく反応しましたね。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。浦和は4本目のコーナーキックです。ボールをクリア、シュート、決まった、いやー、勝負を決める、いった、この、いやー、よく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。そしてここで試合終了となります。まさに電光石火、勝負は一瞬でしたね。いや、早かったですよね。これはゴールへの気持ちが生んだ結果ですよね。スタートからエンジンをかけていって見事な結果が出ましたよね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。浦和がこのゲームで目標達成です。ライバルたちとの激しい戦いが続くこのコンペティション、今日のゲームは条件達成をかけて挑む大事な大事な一戦です。この時間は浦和レッズ対アルトゥール・アウビン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。シュート、決まった、
岩尾、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、それがちょっと焦りそうな気もしますけどね、ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたね。そしてここで試合終了となります。まさに電光石火、勝負は一瞬でしたね。いや早かったですよね。これはゴールへの気持ちが生んだ結果ですよね。スタートからエンジンをかけていって見事な結果が出ましたよね。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。フットボールファンの皆さん、こんにちは。このゲーム、条件達成をかけた大事な試合になります。90分後の結末は一体どうなるのでしょうか。注目の一戦です。この時間は浦和レッズ対モンテレイベイ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。コンディションです。
今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。浦和レッズ対モンテレイベイ、このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。そうですね。マケレレ、カイセド、エンド、体を張ったプレー、小野、ここはドリブルで上がる、メスタ、ここは読んでいました。メンデス、ファールありません。これは合いません。山田、勝負のシーン、オフサイドになります。ここは競り勝ちます。デリフト、組み立て直します。ネスタ、15分が経過、前半です。モイセス・カイセドからムバッペ、イニエスタへ、さあカウンタースピードを上げたいところ、ヌーノ・メンデス、ここはカットします。ユンカーからのスルーパス、カットされます。山田、さあ仕掛けるか、これはカウンター行きますね。サディオマネ、裏のスペースを狙う。サディオマネからのボールを守備陣対応しました。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。あ、いい展開ですね。カイセド、遠藤、流れを止めます。西、右サイド上がっていく、小野へ、このパス、ムバッペ、さあ一気にカウンター、カイセド、ロベルト・カルロスへ、スペースを狙った、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。浦和レッズカウンターを仕掛けます。抜けてくる、ここはつながりません。マケレレ、さあカウンターのチャンスになります。ロベルト・カルロス、スペースに出す、危ない、メンデスからロベルト・カルロス、岩尾、さあここでカウンター、右サイドへ振って、このボールはユンカー、いいでしょ、ユンカー、インターセプト、モンテレイベイはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあ上がる、あ、ダメだ、いや、山田ヘッドで狙いますがゴールならず、最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは負けれれ、ムバッペへ、さあカウンターを仕掛けます。遠藤からのパスはディフェンスが対応、これは奪い返します。メンデス、マケレレ、パスでつないで攻め込んでいきます。さあカウンターのチャンスになります。秋元、これはつながりません。さあサディオマネ、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。
さあここでカウンター抜けていけるか、出るか、荻原、ここは笛が鳴ります。注意に終わります。ここで長いホイッスル、前半終了です。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。要所要所でお互いの良さが現れた前半でしたよね。またプレースタイルの違いなんかを見てても非常に面白かったですよね。この後もそういった観点で見ていきたいと思います。浦和レッズ対モンテレイベイ、両チーム結局同スコアで前半を折り返します。さあ後半スタートです。浦和としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。さあ持っていく浦和が後半に入る前にハーフタイムでメンバーを変えたようですね。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。シュート決まった。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。本当一瞬の判断なんですけど、出してと受けてのイメージの共有から生まれたゴールですよね。そして同時にこのゲームに決着がつきます。いやー、なんともスリリングな展開でしたね。浦和としては1点を争うプレッシャーの中でいいゲームができましたよね。一つのミスが命取りになりますけど、リスクをかけて得点を狙いに行った結果ですよね。見事な勝利でした。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。浦和がこのゲームで目標達成です。